こんにちは7月1日からマイナポイントの申し込みがスタートしましたたくさんのキャッシュレス決済サービスの中から1つ選び登録すればマイナポイントとして25%が還元されますペーペーがマイナポイントのためにキャンペーンを始めました今回はこのキャンペーンを紹介しますペーペーによるマイナポイントのキャンペーンについての詳細はこちらの動画をご覧くださいこちらはです、ねえー、マイナポイントのペーペーによるキャンペーンです では見ていきます今ならマイナポイントにペイペイを登録すると抽選で一等100万円相当が当たる総額1億円相当、えー、期間は2020年7月1日8時半から8月31日の23時59分までですね、えー、キャンペーン内容ですけれども期間中にマイナポイントにペイペイを登録することで抽選で以下の通りペイペイボーナスを付与します一等が100万円相当で10人二等は5万円相当で150人三等が5000円相当で1500人 四等が500円相当で15万人ですね総額1億円相当になりますで参加方法は期間中にマイナポイントにペイペイに登録するとキャンペーンが参加完了になりますねで登録完了の確認手順ですけれどもペイペイアプリからですね確認ができるってことですね で、えー、よくある質問として「マイナンバーカードを持っていませんが申し込みできますかできません」と「マイナンバーカーカドが必要になりますね、えー、キャンペーンの申し込みが完了しているかどこで確認したらいいですか?」「キャンペーン期間中にマイナポイントでペペ登録が完了すると、えー、自動でキャンペーンの申し込みも完了となります」となっています。 当選結果はどのように連絡が来ますかあ。結果は当選者のみに通知予定です。外れた方にもお知らせいたしません、えー。当選した場合、9月15日前後に専務やプッシュ通知、ペイペイアプリの残高画面でペイペイボーナスの付与が確認できますとなっています。当選でもらったペイペイボーナスが出金できますか。できませんと、えー。キャンペーンの延長はありますか、原則延長はありません。えー、マイナポイントはペイペイでアプリで持ち込むと0月1日以降のチャージ額または利用額の25%が付与されますとなっています。 以上ですいかがでしたでしょうか今回のキャンペーンをまとめると以下のようになりますキャンペーン名マイナポイントペイペイジャンポキャンペーン期間7月1日水曜日の8時半から8月31日23時59分までキャンペーン内容マイナポイントにペイペイを登録すると抽選でペイペイボーナスを付与1等が100万円相当10人2等が5万円相当150人3等が5000円相当1500人 4等が500円相当で15万人ですね。で、総額は1億円相当です。当選発表は9月15日前後に SMS やプッシュ通知で知らせられます。ペイペイボーナスをマイナポイントに登録して2万円をチャージしますと5000円が付与されます。ですので、トータルで2万5000円分のペイペイ残高が増えます。さらに今回のマイナポイントのペイペイジャンボでペイペイボーナスが当たるチャンスがあるということです。ちなみに私はマイナポイントに登録するのはペイペイの予定です。 なぜかというと一番利用しているキャッシュレス決済サービスが PayPay ペペだからです。他の決済方法の中ではマイナポイントに登録すると PayPay ペペよりもお得かなというものがあります。例えばワオンですね。ワオンは2万円をワンチャージすると5,000円分付与されその上にですね2,000ワオンが付与されます。PayPay ペペはー抽選で、えー、当たる場合もありますけど当たらない場合もあります。一方ワオンならですね確実に2,000ワオンがもらえるのでお得です。でも私はですねワオンを使っていないんです。 ですからあーワオンをマイナポイントに登録しても仕方ないんです。まあ無理やり使うことはできなくはないんですけれども、普段買い物をワオンでしないので、えー、不便なんですよね。あなたはどのキャッシュレス決済をマイナポイントに登録しますか今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。